やばいよ、名前なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、服を着てます。私は服ですか。さかなクンチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。本日は千葉県館山市の渚野駅館山さかなクンギャラリーからギャラをお届けいたします。そしてなんと今回はものすギョくスペシャルな皆様がお越しいただきました。フィッシャーズの皆様です。どうもよろしくお願いします。どうもフィッシャーズです。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。春間立山までイエーイ。いい経験がいっぱいできた ね、 ね、ありがとうございます。面白い街だ。ちょうどね、あのフィッシャーズの動画が終わってここに来させてもらったんで。そうそうなんです。今日は漁師さんの定置網漁業に来社させていただきまして、はい、はい、いろんなお魚ちゃんに会いましたね。会いました。いやー、重かったね。重かったね、網が。あと、いやでもお上手でしたよ、とっても。館山は何度か来られてますか？そうです、なんか、でも撮影で来たことあんまないかな。そうですか。初めてかもしれない。初めてかもしれない。いや、嬉しいです。いかがですか、まだ朝からそんなにまだ時間は経ってないと思うんですけど。そうですね、館山今のところ海しか分かってない状態。そして後ろはちょっと見ていただきたい。これすごい。見応えがある。世界最大の大きさのジンベエザメちゃんと世界最大の節足動物甲殻類のタカアシガニちゃん並んでます。大堀水心先生という先生がたくさん作ってこられた剥製の標本を展示させていただいております。はい、その子たちも日本で泳いだってことですか？そうです。実はですね、ここに展示しているお魚ちゃんたちはここ館山の海に泳いでるお魚ちゃんたちなんです。すごい、これいたんだ。館山すごい。実はこのジンベエザメちゃんは新潟県の漁師の網に入ったジンベエザメちゃんということなんですけど、館山の海にも結構遊びに来ますので、石田ちゃんとか、今日石田ちゃんもいましたもんね。石田ちゃんもあんなに立派になるんですね。でもフィッシャーズって名前だけど漁に行ったの今日初めてだったから。確かに確かに、この自然だったよね。フィッシャーズ様のフィッシュってCが入りますよね。はい、魚のスペルとはちょっと違うんですね。そうなんですね。僕らのそもそもフィッシャーズって名前の由来が、なんか冬に土手で遊んでたんですけど、真冬に川に飛び込んで遊んでたんです。すげえ。ワイルドですね。ワイルドだけよ。そうなんですよ。それでなんかこう魚っぽいなから始まってフィッシャーズっていう名前にしたんですね。なんですか、冬に川に飛び込んでも大丈夫？はい、そうですね。じゃあ今日漁船から飛び込んでも大丈夫だったんですね。全然大丈夫でした。いやでもそれでね、なんかこうフィッシャーズって最初カタカナにしようと思ったんですけど、なんかちょっと英語の方がかっこよくねってなって、いいですね。いろいろ調べたらドイツ語でなんか C のやつがあったんだよね。あ、そうですか。なんか C 入るやつがあって、じゃあもう他にないから C 入れようっつって。やった、そうなんですね。おめでとうご洋服はまた、はい、2020年いろいろとあったと思うんですけど、まあ今年こそいいことがあればなということで服を着てます。服だ、私は服ですが。実は私も今日はですね、はい、初めて着る衣装。あ、本当かわいい。YouTube 様からありがとう魚って届いたんですよ。嬉しくて、もう今日はフィッシャーズ様にお会いできるからおめかししなきゃ。かわいい。今日はですね、ぜひともフィッシャーズ様とさかなクンもやっぱり魚つながりということで、魚にちなんだものを今日は魚一緒に遊びに転換できたら嬉しいな。はい、よろしくお願いします。ちなみに今日定置網漁で出会ったお魚で、はい、とっても印象的なお魚とか、はい、思い出に残ってるお魚いますか？あ、僕、北枕。そう、北枕ちゃん、可愛かったですね。北枕のサイズ可愛かったんで、まんまるに。あ、じゃあちょっと無茶ぶりなんですが、はい、北枕ちゃんを早速書いていただいてもよろしいでしょうか？あ、いいじゃん、いいじゃん。はい、ルールはですね、やっぱり魚日なんで魚十魚秒で描いていただきたいですね。ちょっと短い。魚十魚、みんなで北枕ちゃん。あ、みんなで。よかった、はい、俺結構バレてなかったけど、俺大事な用意してたの今日。ギョーい、スタート。北枕ちゃん、
あっという間、あ、早い、10秒ですか。え、やばい、やばいやばいやばい、10秒前、早い早い、5秒前、4、3、2、1、あ、終了、はい、早い、これ難しい、どうでしょうかでは一斉にギョギョでお願いします。あ、せーの、ギョギョギョかわいい、おお、皆様上手ですね、すごい、一人違うやつ、なんだなんだ、なんか魚っぽいお魚ですね、あれはそれなんだ、それ、それは外カメばっかり担当してるので近くで見る機会がなかったので、すいません。でもですね、お顔は北枕ちゃんの顔ですね、うん、とんがってんですよ、うん、とんがったあの顔してますんで、そうですね、なんかそういう印象あったので、お顔は北枕ですよ、あのちょっと馬面っぽくなりましたね、さすがです、確かに確かにそうだね、特徴を掴んでらっしゃいますね、丸い感じとか、うん、つぶらなお目目、うん、あとはちょっとあの膨らむとトゲがこう見えてくるという、うんうんうん、自分もあの普段の姿と膨らんだ時にトゲが出てくるっていう、いや、早くないですか、早い、確かに、あ、いやいや、数匹、あ、正面と、はい、はい、あと普段の姿と膨らんだ姿、ね、すげー、いやいやいや、ちょっとなんか、いや、可愛いですよ、こっちも、なんかおじさんみたいな、でも、でもですね、はい、北枕ちゃんとここに2本の線があるんですけど、はい、ちゃんと2本の線、結構かけてんですよ、はい、ちょっと一応意識して、可愛いですよ、はい、やったんですけど、全員1位って言いたいんですけど、もう、うわ、難しい、どうしよう、じゃあちょっと、じゃあ私があの後ろからあの…なんだろう、ドキドキする、なんだろう、叩かれた人が1位かな、誰だ、1位だ、やったー、ありがとうございます、すごい、やっぱりこのあの2本の線が、確かに、ね、本当に素晴らしい観察眼、やっと見てる、すごい、やったー、はい、50秒、はい、よろしいでしょうか、はい、お願いします、じゃあ何のお魚にしましょうね、今日のお魚で、幻の魚の中にいました、斑点模様、そうです、お、いたね、あれはなんて名前でしたっけね、2文字なんですけど、名前を書いてください、わかりました、任せてください、よーい、スタート、ボラちゃんあれでもちっちゃくなって書いてますよ、ちっちゃく、なんでだろう、スマって書いてあります、いや、マスなら知ってるもん、マス、まあ、マスはシューベルト様ですからね、うん、マス、うん、じゃあ僕、いきます、はい、ギョ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 、ウブウブ、ウブ、ウブちゃんだって、ウブちゃん、はい、ウブちゃん、あ、そうか、ちょっともっと正解してほしい、なんか微妙なんだよな、どうでしょう、じゃあ、いきます、はい、ギョギョ、おお、なんかこんな感じじゃなかった、うんうん、名前がどうしても思い出せないんだけど、なんかしましまもあったな、ここの丁寧さいいな、うん、シルク合ってなかったらやばいかも、やばいね、いきますよ、はい、じゃあ僕、ギョ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 、はい、スマちゃん、はい、わお、ハートがついてる、はい、スマちゃんで、おー、まあ、ここにこう三点模様みたいなのがあって、はい、ここ、模様、はい、だった気がします、あー、はい、これはまたすごい観察眼ですね、はい、すま、自信はある、じゃあ答えを申し上げます、こちらです、あー、あー、あってた、スマちゃんでしたね、スマちゃん、模様が3つぐらいあるっていうのと、うん、特徴がやっぱりしっかり覚えてらっしゃいますね、いや、じゃあこれもう本当に皆様差し上げたいので、はい、いや、やっぱりお名前、あー、ありがとうございます、ありがとうございます。すみません、2枚もいただきました。すみません、すま。すま。いただきました。すみません、ありがとうございます。何のお魚がいいですかね。じゃあ、
のそれ。何それ？タチウオもいたな。糸引き味もいたよね。いたね。そうです。私今見てただろ。お前いつでも見れるから言ったな。あそこにいないやつよ。あそこにいないやつか。赤ヤガラでいい。赤ヤガラちゃん。はい。赤ヤガラは特徴的だから、なんとなくこうみんなうまく描けるんじゃない？じゃあ行きましょう。せーの、レッツゴー。え、でも、いや違う。多分。視線を盗めてポスターに貼ってある人です。あれ私なんですよね、実は。え、さかなクン、あの特殊メイクでヒゲつけて。え、マジっすか。ほんとだ。エイプリルフールに出回ったポスターです。あー、そういうことか。すごい。ちょっとじゃあ1位決めていいですか。はい、1位欲しいな。あー、どうしよう。迷うよ。おぉ、ちょっとまさかのって感じはするんですけど、ヒレがですね、シーンになってる感じと、はい、ね、あと、まんまる目とおちょぼ口と、はいはい、あのちょっと寸詰まってはありますが、はい、ヒレの位置とかはすごいなと思いまして、確かに、まあ、かわいいね。引き伸ばせばそうなるよね、多分ね。引き伸ばすね。あの、このまま伸ばしていただくと、本当にヤガサちゃんに、ね、はい、あのね、上下で対になってるのがね、はい、いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ストップウォッチを目隠しでポチッと押していただいて、みんなで55秒にするっていう。おお、はい、できそうですかね。はい、55秒。でも得意なんじゃないかなと思ってます。おお、なぜなら、はい、もう10年間ぐらい編集をやってるんですよ。あー、すごい。なので大体55秒がこのくらいだっていうのは分かってると思うんですよ。1分といったら、だからいける気はする。確かに、さかなクンさんは多分なんか時間やっぱお忙しいし、うん、時間管理すごい上手だと思う。違うんですよ、あの腕時計もしてないんです。え時間ズボラで、そう、全部もう、あのもう時間だよって、もう連れてくよ、いやまだいないよ。こんななんで、まあ、そうなんだ、意外なんだ。やばいんですよ、ちょっと。じゃあ逆に最後にやってもらおうか。最後にさかなクンさんに綺麗に決めてもらおうか。あー、いいね、いいね、それでいこう、それでいこう。4人で50秒やって50秒やって5秒。なるほど、いきます。はい、55秒チャレンジ、はい、スタート。お、おマジで。なるほど、いった。いったよ、いった。12.5 ぴったり。マジで。あとも3人12.5いってもらえれば、うん、ギョビョン、オッケー、ギョビョン。そうか、ちょっと長く感じたような気が。自分の感覚を信じた方がいい。分かった、いきます。はい、はい、お願いします。せーの、スタート。9秒くらいかな。気持ち早めにしたつもりだったんだけど。8、9秒。じゃあ予定だとこれで24、5秒ぐらいだよね。そうだね。そうか。俺21とかの気がするんだよな。なんかね、早いよね。早かった気がする。いきます。せーの、スタート。マジ？行ったね。ちょっと長めに。長かったね。
さかなクンに5秒残すんだからね。そう、まあ、5秒。そう、いやでもダホの12秒は俺合ってる気がするんだよ。で、マサイが若干早かったの、うん、で、モトキが若干長めに取ってくれたから38ぐらいまで行ってそうな気がする。だからあえて長く取らないでいくわ、うん、よし、ぴったりめぐらいでいきます。まあね、短い分にいいからね。短い分にいいから、はい、いきます。はい、スタート。10秒くらい、うん、多分今のは11から12の間だと思う。なるほど、うん、最後頼みます。では参ります。お願いします。ありがとうございます、はい、せーの、ギョギョ。おお心を持ち早くしました。そうですね、早かったですね、はい、これ決めてくれたと思う、うん、しかして俺もちょうどいいと思うね。お、うん、ぴったりか。それではオープンさせていただきます。せーの、ギョギョ。あー、57秒02。わー、どこで狂ったんだ。誰だ。でもよかったか、そう、かなり近かったですね。魚さんの判断すごい合ってた。そうだね、早めにしたの合ってたね。そう、誰かがズボラね。ズボラだね。誰かがズボラ。これはなんだほが 14.15。この時点で 1.6 ぐらいいっちゃってんだ。そうだね。で、マサイが 10.11、 早い、まあ、ちょうどよかったんだ。2人ちょっと早くしたんだよね。で、モトキが 16.02。 取りすぎたな、これ。取ったね。で、シルクが 13.58。 あ、まあまあ、もうだから、さかなさんの段階でもう 1.2 秒しかなかったんだ。 1.2 秒。いやちょっともしかして長いかなと思って、はい、ぼちぼちってやってくれなかったですね。いやいや、ミスは完全にこちらです。こちらですね、はい、これフィッシャーズ全員ズボラかもしれない。ズボラの可能性がある。誰も12秒ですらないから。ない、ね、そうだね。もうこれ難しい。ステッカーはもらえないね。そうだね。これはもう、え、素晴らしいじゃないですか。もうじゃあの、全員分の、え、あー、ありがとうございます。優しい世界だ。ありがとうございます。はい、すごいです。こんなに、はい、配りしてもいいですか。もちろんです。やった、甘えっぱなしだな。優しい世界だ。ありがとうございます。やった、はあ、嬉しい。ありがとうございます。やった、やばい、お見事でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいです。みんなでチャレンジできるこういうゲームはいいですね。そうですね、はい、楽しかった。ぜひまたご一緒させてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回もありがとうございました。チャンネルのご登録もお願いいたします。します。またね。バイバイ。